しました。目標予想到達ポイント出ます。ケテル様のところへは絶対に行かせてはなりません。防衛ラインを死守します。終わらせよう。全艦砲撃準備。撃て。ここを突破される前に落とします。必ず。残り 20% を切ります。姿勢制御の分を除き、エーテルを全て攻撃に回してください。5% 切りました。残り4、3、2、1。前段命中を確認。予想到達ポイント修正。このままでは市街地に墜落します。私が出ます。何としても被害を防がなければ。ラファエルには面倒を押し付けてばかりだな。最終防衛ラインを突破された模様です。もっとスピード出せ。これ以上は船が。構うもんかい。未熟なハートは助けにならずって言うだろ。船がぶっ壊れるまで飛ばすんだ。はい。急がなきゃ。ルシさんとウリエルさんが。来たのか。邪魔のない方が戦いやすいだろう。せめて化け物になる前に死なせてやろう。打天使ルシファー。聞こえますか。この美しい旋律がウリエルさんが命を懸けて我々を、そして天界を守ってくれているのです。全ては
ケテル様のご意向のままに。望んでいた展開のハーモニーが訪れようとしています。もう間もなく。ここには展開のために戦い、命を捧げていった者たちの名が名誉と共に刻まれている。かつてお前の部下だった者たちの名もここに。ずいぶんおしゃべりじゃないか。部下のことには触れられたくないか。天使としての自覚が残っているようだな。天使としての自覚だと。なんてこと。そんなものには何の意味もない。この欺瞞に支配された展開と同じようにな。そこまで落ちたか。ルッパないか。展開をこんな風にしてまでルシさんを殺したかったんでしょうか。ケテル様はあんなやつ様付けで呼ぶ必要はない。ルシ君たちはまだ見つからないのか。広範囲での障害が発生しており、復旧までもう少しかかります。急げ。何かあってからでは遅いんだからな。ルシさん、素直に打ち明けたりなんてしてないですよね。あえて悪者として振る舞う、そんな不器用なやり方しかできないのさ、あの筋金入りの頑固者は。ウリエルさんが何も知らずに戦っているとしたら、そんなの悲しすぎますよ。